に素敵ね。そうね、秋の夕暮れを見ながら露天風呂に入れるなんて最高だね。何やってんだ兄ちゃん。ザブッと入れ、ザブッと。いや、無理ですって。いいから。ハルト君、はい、相変わらず騒がしいわね。お、兄ちゃんのでけえな恵方巻きか。そんなにねえよ恵方巻き。もう最悪、せっかくいい景色なのに。本当に大きいんだね。みたいね。恵方巻きってなんかリアルだね。だから下ネタ。アミちゃんもいい加減それやめなさい。やだ、もう後でゆっくり家族風呂に入り直そうかしら。え、家族風呂。うん、さっき旅館の案内見たら書いてあった。あらかじめ予約しておけば家族だけで貸し切りのお風呂に入れるんだって。どうしたの。抜け駆けは許さないよ。何のことよ。じゃあ私は。